どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。さて3月ラストの新車トミカが発売されましたね。イオンモールからオリジナルトミカで、ナンバー67番、ボルボ XC60、スウェーデン警察仕様ですね。今回はこちらの開封動画をしていきたいと思います。ついでにね、廃盤になったナンバー22番のボルボも一緒に見ていきたいと思います。そしてね、皆さんこちら応募完了しましたでしょうか。こちらのね、締め切りが2023年今月のね、5月31日金曜日のね、当日消し有効の、締め切りとなっております。バーコードを5枚集めて、切ってね、ここに貼って応募しようということで、今回は日産フェアリディ Z のね、多分メッキではないけどゴールド仕様かな、ちょっと現実味がない車両なんで、まあほんまに、子供向けというか、子供向けにちょっと2000名増えたかなっていう感じもします。前回も前々回も5000名だったはずなんで、今回はまだ当たりやすくはなってるんかなと思います。まあ一口でもね、多く、皆さん応募頑張りましたか僕もね、今回当たるかどうかまたね自信はないですけど、当たってほしいよね。皆さんの元にもね、ぜひ当たってほしいと思います。ナンバー1番からね150番の、バーコードを切らないといけないっていうね、苦渋の決断ですよ。まあ前回みたいに LINE でね、応募の方がね正直いいんですけど、やっぱり不正が多いみたいですね。レシート、同じレシートをね、何枚も同じ写真を撮って送る人らがいるんですかね。まあ今回それでまたバーコードに戻ったかどうかはちょっと正直わからないですけどね。やっぱり、箱を痛めなくて、レシートで送る応募の方がね確実にいいと思いますよ、僕からしたらね。はい、まあね、一口でも多く、応募した方がね当たる確率も増えていると思うんでね、まあ絶対運なんですけどね、こういうのってね。どういう、まあそういう悲劇とかないと思います。はい、それではね、イオントミカ見ていきたいと思います。ナンバー67番ボルボ XC60 スウェーデン警察仕様。そろそろね、イオンモールの、オリジナルトミカ警察仕様ね、なんか飽きてきたなーっていう感じもするんですけどね。もうそろそろまたあの TRD や、ニスモとかね、いろいろコラボね復活してほしいんですけど、これ全世界の、コラボやるんかなっていう感じがするんですけどね。これもあの身近にある車両じゃないんで、まあね集めてはいるんですけど、あんまりパッとしない、車両ばっかなんでね、ちょっとね反応しづらいというか、はい。まあイオンはね結構廃盤車両をね、こういう風に再現してくれるんで、その辺はね非常に嬉しいんですけど、どうですかね、また戻ってほしいよね。なんか元日トミカとかそういうのやったらね、日本警察とか戻ってきてっていう感じでいいと思うんですけど、なんか毎月2ヶ月に1回ぐらいか、2ヶ月に1回ぐらいこういう風にね、警察仕様っていう出てもなーっていう感じなんですけどね。はい、それでは見ていきたいと思います。はい、あ、すごいな、プリント印刷なんですかね。はい、まずはぐるりと見ていきたいと思います。いいね、カラフルやな。はい、まずは正面、ボルボのね、エンブレムがしっかり入っていてね、ボルボって渋いですよね。なかなか渋いと思います。はい、ボンネットにはねポリスと入っておりますね。サイドには、赤いラインのね、こちらプリント印刷なんか塗装色分け、印刷やな、印刷で色分けされてありますね。ヘッドライトも、ちょっと色分けされてありますね。はい、サイドはこのような感じで、窓の部分はイエロー、そしてねドアの部分にブルーとイエローの色分けがされております。こちらはね、スウェーデンのポリスのエンブレムなんですかね。
はい、スウェーデン色に染まっておりますね。こういうところもね、しっかり面白いね。はい、後ろはね、このような感じでボルボのね、マークが入ってあり、XC60 と。で、テールランプはね、赤色で塗装してあり、窓の部分にもね、しっかりなんか黄色色で、プリントされておりますね。ここもね、赤いラインが入って、結構ね、めちゃくちゃカラフルな、色分けされております。もう片方のね、色合いもこのような感じになっております。はい、天井もね、パトランプブルーですね。海外版言うたら絶対これだよねはい、そしてギミックとしては、はい、後部ドア開閉ですね。そしてサスペンションですね。後部ドア開閉もね、非常に珍しいものになってきたんでね、こちらも希少な、トミカじゃないでしょうか。まあ、通常版とね、見比べると、このね、スウェーデン仕様以外とパトランプ以外のところ、あと白色の具合ですね。今回のイオンのね、トミカは普通のホワイトなんですけど、廃盤になった、ボルボがね、ラメ入りのパール色かな、パール色になっておりますね。この辺の色分けがしてありますね。ホイールも、一緒ですね。他は、一緒かな。ギミックも一緒ですね。はい、カラーリング、印刷ですね。その辺が変化ありと。いやー、どうですかね。イオンさん、もうそろそろね、ポリス警察仕様ね。やるなら徹底にやってほしいんですけどね。中途半端にね、なんか、主な国の警察仕様を出されてもなっていう、僕らが知らない国のね、警察仕様も来てもいいんちゃうかなって思ったりもするんですけど、まあ個人的に欲しいのはね、工事車両とかイオンさん出してほしいかなと思いますけどね。ちょっと前にイオンモールのバスも出ましたもんね、あれ。ああいうのもたまに変化球でいいと思うんですけどね。いつまで続くんでしょうか。不満ではないけどね。そろそろね、違うパターンの、イオンのトミカ見てみたいかなと思いますね。まあ、今回もね、いいんじゃないでしょうか。プリントもね、しっかりスウェーデン仕様なんでね。もうちょっとここら辺にもね、塗装してほしかったかなっていう感じですけど。はい。皆さんもゲットできましたかね。また、来週のね、土曜日、4月の1日、エイプリルフールですね。とうとうトミカプレミアムでね、シビック FD2 がね、登場するので、皆さんお忘れなく、多分、ホットイールとね、販売が重なってるんかな。ちょっと争奪戦になりそうな気もするんで、頑張っていきましょう。それでは、さようなら。